はい、どうも。キープオンリーワンラブ FK です。今日はね、タバコ動画やります。今日のまあ BGM はラルク・アンシエルの、デイブレイクスベルです。別にラルクが好きってわけじゃないんですけど、まあ、この曲をたまたま知ってるので BGM として流します。で、今日やるタバコはですね、まあ前々からリクエストあったんですけど、こちらチェのブラックやっていきます。まあね、実はまた下調べ忘れてましたね。で、またチェのメンソール出ましたね。ねえ、こんな形の出会いしかなかったの話で、チェはですね、白と黒と赤がありますね。うん。まあ、これはブラックです。黒。あ、ブラックメンソールありました。すいません。チェ、レッド、チェ、ブランコ、チェ、ブラックあります。ブラックですね、これは。で、まあ、無添加タバコです。相変わらず。で、まあ、このチェブラックですけど、何年発売だろう。あ、キューバハブレンドです、これ。はい。ソフィア止まれ。あ、2012年2月1日発売。ですね、すいません、はい。まあ、では、まあ、パッケージを見ていきましょう。冷めていく。ここから、黒のパッケージに、ここにまあ筆記体でチェって書いてあって、ここにブラックって書いてあります。で、はい、この人、超目を引くこの人、私の敵です。社会主義、共産主義、あれマルクス主義系？マルクス主義系かなんかの、革命家です。はい、チェ・ゲバラっていう人です。マジこいつ私の敵です。私は帝国主義、超国家主義、軍国主義っていう人間なんで、まあそんなことは置いといてですね。で、まあパッケージ開けてもこんな感じでチェの帽子とか頭とかはみ出してますね。ちなみにこいつはですね、どこだっけ、南米のどっかの山の中で正規軍に処刑されました。ザマーミド。ちょっとチェを信仰してる人たちにボコボコにされそうな勢いで罵倒してますけど、ここで、まあ、ナチュラルタバコって書いてまして、ここに無添加無香料って書いてます。で、中身はこんな感じ。白いフィルターに白い巻き紙。ここに黒でチェって書いてます。フィルターは、普通、巻きも普通ですね。アメスピに比べるとやっぱり巻きは緩い。です。で、匂いなんですけど、アメリカンスピリットに似てる匂いがしますね。さすが無添加。アメスピに比べるとやっぱり全然、詰まってないです。で、このフィルターもですね、天然ヤシのチャコールを使用しているそうです。では、吸います。吸ってみます。サールは9ミリ、ニコチモは 0.9 ミリ、20本入り400万円410円ですね。すいません。410円のタバコです。味なんですけど、アメリカンスピリットあるじゃないですか。あれを、辛くしたような感じ。です。うん。あれを、すごい辛くしたような感じの、タバコです。で、味なんですけど、やっぱりタバコ本来の甘さがありますね。無添加なんですけど、アメリカンスピリットより葉っぱが詰まってないんで燃えるのがアメリカンスピリットに比べて早いですね。あ、2曲目の BGM、フローのベイクです。で、まあ、これなんですけど、このチェなんですけど、
今日喫煙所で、大学の喫煙所です、たまたま教授と一緒になって吸ってたら、何それって言われました。その教授は丸面ライト、丸ボロライトメンソールを吸ってます。で、なんだっけ。ちなみにですね、どうでもいい話、タバコ動画に関係ない話なんですけど、このフローのデイズ、リスナーさんの一人である勝太郎1112さんと、まあ、コラボしました。はい。勝太郎1112さんの動画、チャンネルに、私と勝太郎1112さんが、フローのデイズ歌ってる動画があるので、まあよろしければ見てください。と、ちゃっかり宣伝。で、これは、な、あれ何言ってたっけ、まあいいや。これおすすめですね。うん。アメリカンスピリッツよりも安いです。おまけに無添加です。でも燃えるのはアメリカンスピリッツより早いです。まあ無添加はアメリカンスピリットで十分っていう人もいるかもしれないですけど、気分転換にいいんじゃないですかね、これも。最近動画がすっかりご無沙汰なので、今日もう一本撮ろうかなと思います。そうですね、F 川刑事シリーズを、まあもう何時間してから、何時間かしてから、撮ろうかなと思います。今回はですね、ちょっと趣向を変えてですね、フガワ刑事シリーズもね、今私がちょっと、まあ、大学の授業で、授業っていうか、大学の、まあ、授業ですね、授業で調べてることを少しお話しします。これもね、すごい、日本史史上最大のミステリーと呼ばれてる事件なので、はい。歴史興味ある方はすごく面白いんじゃないかなと思います。多分。では、そろそろ消します。では、今回の動画は、ここまでにしたいと思います。うん、ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあねー。